新入社員のエクセル研修ならユースフルフォービジネスで検索。データの入力漏れを防ぐ条件付き書式を学んでいきましょう。はい、どうも皆さんこんにちは、おさとエクセルのおさです。このチャンネルではビジネスの現場で役に立つ知識を学んで、皆さんと一緒に日本の働き方を変えていきます。さて本日は条件付き書式と申し上げましたが、この機能、ある条件が満たされた時に任意のセルの書式を変えてくれる、すなわち条件付き書式なんですね。今言ったことね、ピンとこない方多いかもしれません。簡単に言いましょう。このセルがこうだったら、このセルの色をこう変えてと、黄色く塗りつぶしてみたいなね、ことを指定できる機能なんですね。そう、色の塗りつぶしっていうのが実務で一番使えます、この機能でね。まずこれができるようになると何がいいこと待ってるか、それはですね、皆さんが作ったファイルを第三者に共有した時、その時にここを注目してくださいと、黄色くねハイライトしておけば注目するポイントがわかります。また全部灰色に塗りつぶして1個だけね真っ白になってたら、あれ、ここなんか入力しないといけないんだってね、視覚的に訴えることができるんですね。だからこそこの条件付き書式では色を塗りつぶすっていうのを巧みに操れることがポイントになります。では早速ワークシートで見ていきましょう。頑張りましょう。チャンネル登録もよろしくね。はい、こちらのワークシートをご覧ください。本日やりたいことはですね、備考欄、ここをある条件が満たされた時に灰色に塗りつぶすというような条件付き書式を設定します。で、そのある条件とは何かというと、この E 列の値がですね、もし0より大きかったら、ここ F を灰色に塗りつぶしてっていうね、条件をしていきます。そうするとここね、0より大きいのはこの辺りだったり、この辺りだったり、あるいはこの辺りですから、ここは全てね灰色に F 列が塗りつぶされると。ただ塗りつぶされないのがこの10行目と7行目ここですね。きっとそうなるということですね。では早速見ていきましょう。はい、条件付き書式を設定したいところにまず範囲選択してください。ホームタブから条件付き書式を選んで、皆さんに使っていただきたいのはこの新しいルールと書かれている場所です。これを使いこなせると上級者になるからです。数式を使用して書式設定しましょう。で、これの使い方はここにですね、その条件式を打つんですね。数式でなんか覚えてませんか、この条件式を数式で作る。そうなんです、 if 関数の論理式でやりましたね。比較演算子を使うなんてね、やりましたね。〇〇記号バツバツの原則。そうなんです、それを満たすように書かないといけないんです。ということで、まだこれがね何言ってるか分かんない方は if 関数の動画、右上のインフォメーションカードを置いとくので見てくださいね。はい、そちら見てから戻ってきてください。まずは条件付き書式、ポイントはこれです。イコールで始める、イコールで始めてください。で、この後に〇〇記号バツバツの原則を満たすように書いていきます。さあ早速書いていきましょう。今回は E3 の値が0より大きかったら、その時は灰色に塗りつぶしてね、なんていうね書式を設定しました。はい、完成ですね。 OK をして、はい、見てみると、あれれ、備考が全部灰色になっちゃってますよ。こことここに関しては伊藤さんと山田さんにコメント欲しかったから、白く書いて欲しかったのに、なんでこうなっちゃったんでしょうと。そうなんです、すいません、これまた茶番やっちゃいましたね、私悪い癖です。はい条件付き書式のもう一つのポイントはここなんですね。数式の絶対参照と相対参照の違い、きちんとマスターしてますか。ここがポイントなんですね。相対参照と複合参照を使いこなすことが条件付き書式には求められます。まずここではですね、絶対参照にしてしまっていたのが間違い。 F4 を押して3回押して相対参照にしてみます。そうすると OK を押して適用を押して OK を押すと、はい、ご覧ください、見事に白くなったんですね。このあたり、これどういうことか、もともと先ほどのパターン、このパターンではE3 の値が0より大きかったら F3 から F11 を灰色に塗りつぶしてね、そりゃそうですよ、塗りつぶしちゃいますよ、絶対参照ですから。でも今度相対参照にしたら、 E3 の値が0より大きかったら F3 の値を灰色にしてね、 E4 の値が0より大きかったら F4 の値を灰色にしてね、みたいなね。そうなんです、これ一つずつねちゃんと降りていくようになったんですね。だからこそこのあたり、そう、0未満0以下の場合、これは白いまんまなんです、灰色には塗りつぶされない、そういうことですね。こういった使い方ができるのが条件付き書式、相対参照と、ね、複合参照の大事さ、これからまたねプラスアルファで学びますよ。では実務の中でよくあるのはこのようにですね、 F 列だけを塗りつぶしたいというパターンと、ここ全体を、もしここが灰色だったらここ全部灰色にしてくれと、
こういうようなね、書式の付け方したいなと思う時がたくさんあるんですね。はい、それじゃあやってみましょうか。まずはその書式を設定したい一番上の行、ね、今回は E3 にありますので3行目から選んでくださいね。そこ合わせるのがポイントです。で、このように表全体を選択します。条件付き書式に入っていただいて、新しいルールを設定しましょう。数式使用して今度はイコールで始めて、はい、E3 の値が0より大きかったらここは変わりません。そして書式も変わらないんですね。これはこれのままで OK です。ただこれやっちゃうと、はい、さっきと同じようなミスですよ、この値が0より大きかったらここ全体塗りつぶされちゃいます。だからここを複合参照とかにしないといけないんですね。じゃあ複合参照やってみましょうか。皆さん覚えてますかね。条件付き書式で今度はルールの管理入ってください。今先ほど作ったのはここですね。こちら E3 ドルマークついちゃってますが、1回押すと、はい、これは行固定ですね。ただ今回固定したいのは列なんです。列動かしたくないんです。ということで E の前にドルマークをつける、で3の前は相対参照ドルマークをつけないんですね。これでやっていくとうまいこといきます。はい、列固定という概念をきちんと押さえましょう。そうするとね、ここに見事に白くなるというわけです。この使い方が実務の使い方なんですよね。行全体を塗りつぶしたい、塗りつぶしたくないと思った時に複合参照の概念を理解してないと苦しくなります。ちょっとこれでもね難しいかもしれませんが、本日の動画はここまでにしておきます。また何かねご質問ありましたらぜひコメント欄でコメントください。ワークシート今日は以上です。どうもありがとうございました。 Amazon レビューお待ちしてます。はい、本日の学びをまとめていきましょう。ポイントの一つ目は、条件付き書式というものを使うことによってどこにデータを入力したらいいか、そんなことが第三者に分かりやすくなります。ポイントの2つ目、条件付き書式を使うときは数式を使用して書式を設定する、これが非常に重要になってきます。で、これを入力するときのポイントはイコールで始めて〇〇記号バツバツの原則を満たす、これが2つ目のポイントですね。で、最後3つ目、条件付き書式を使いこなす肝になるのは相対参照と複合参照をきちんと理解するということです。このポイントをまずは押さえるようにしましょう。はい、ということでね、条件付き書式ちょっと難しかったかもしれません。ただこれ結構慣れの問題です。分かると分かります。はい、ね、分からなかったらまたご質問ください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。 See you next time. バイバイ。マイクロソフト365と生成 AI に特化した組織 DX サービス、ユースフル4ビジネスで検索。